絶景ナンバー18番阿部正弘です。昨年は大震災で参加できなかったんですが、今年はなんとか、参加したいと思って現場で駆けつけます。皆さんのおかげもあってなんとか走れそうなんです。無事に帰ってきたいと思います。よろしくお願いします。TBI でダメ出しをしたんですけど、全然車体の改造はもう任せきりという感じでございました。改造したところはナビ周りとライトのみでございます。ステアリングダンパーは必需品だと思いました。そのぐらいで絶景19番の菅幸三です。今回が2回目の挑戦となります。前回がちょっと結構手こずったんですけど、今回は割とこう装備も充実して頑張れるかなと思うんですけど、見ていただいたら分かる通り結構痛いバイクなんで、地元の人たちのちょっと反応も見ながら楽しみながら走っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。今回グラフィックは前回と同様ハチプロデザインさんとかでお願いしたグラフィックなんですけど、今宇高国道フェリーとかですね、あと東北の久慈市のイメージキャラクターとか書いて、結構割とネットとかでも知られているそのグラフィックデザイナーさんなので、ちょっとした見たことあるよっていう人もいるかもしれないんですけど、前回と同様このフルラッピング、前回後ろから全部ちょっとお願いしました。車体の方は基本的にエンジンノーマルなんですけど、ちょっと発電容量を上げたり、あとステアリングダンパーであるとかマフラーとか、あと細かいところちょこちょこいじって、壊れないような作りでちょっと今回も作ってみました。やっぱ耐久性がやっぱ CRF ってすごく心配なバイクなんですけど、事前にテストを走行したブルーアイランドではエンジンの耐久性がすごく上がっているみたいなので、今回は前回みたいにエンジンが調子悪いんで、はぁはぁいうのはないかなと思うので、ちょっとパフォーマンスを発揮できそうなんで楽しみにしてます。はい。グラフィックなんですけど、一応ジャパニーズ、日本をイメージしてデザインになってますので、タンクは国旗、日の丸の国旗とモンゴルの国旗がバックに入ってます。でグラフィックも日本の、和菓子を、フューチャーしてると聞いてますので、小豆色、あと お茶のこう緑色で、あと萌え木色で、あと女の子も左側は、口を開けたあ行で、右側が口を閉じた運行で、用というのが日本の表しています。一応そんな感じで全体グラフィックはもうまとめてますので、現地の反応がやっぱこれも楽しみです。はい。ゼッケン20の右田です。去年は、リタイアしてしまったので、今年は絶対に完走します。こんな感じで、このバイクは BMW の G650 クロスチャレンジというバイクなんですけれども、基本的には、レース用の車両ではなくて、トレイルバイクなので、壊さないように、無茶をしないように、なんとか最後まで走りたいと思います。21番アフリカツインの黒田です。初めてモンゴルに行くことになりました。何が起きるか分かんないですけども、最後まで走り抜くよう頑張ります。ホンダアフリカツイン750、1998年式です。かなりくたびれてますけど、石で見た目だけは取り繕ってきました。基本的には、ほとんどノーマルです。フロントのバネを少し硬くしたの、あとマフラーを交換したぐらいです。そうですね、あと、デューン対策でステアリングダンパーを取り付けました。あとナビゲーション周りは
自作のマップケースとあと、MD30 用のデジタルトリップを、手元スイッチで操れるように改造しています。あと、貴重なカーボンタンクガード、ね、ここが唯一、外見で輝いている部分じゃないかなと思います。ゼッケンナンバー23番金井です、沖縄からの参加となります。2008年にも参加しておりますが、今回の目標は明るいうちに帰ってくることです。はい、KTM の690エンデューロ R ですが、タンクを追加して、マップホルダーを追加していること以外は ほぼドノーマルの車体となっております。安全運転を第一に設計されております。24番の小池です、海外行くこと自体が初めてなので、いろいろわからないことだらけで非常に不安です。まあ、今日も来るとき大変だったんですけど、まあ来れたので無事なんとか頑張ります。はい、よろしくお願いします。はい、ですね、ベースは XR バハ250ですね。ここがこだわりのフレームマウントなんですけど、全部自作なので不満です。あとは大体ほとんどノーマルで、エンジンなんかはノーマルです。なんだろう、あとは赤外装にこだわりました。まあ全部自作でやりました。ステップもワイドステップも自作しました。25番神農神崎です。初めての出場なのですごく緊張しています。とにかく完走を目指して頑張りますので、よろしくお願いします。WR はものすごく車高が高いので、身長の低い私用にネットワークスさんで車両の足回りをいじってもらって、かなり車高を下げてもらって、かなり乗りやすくなってますので、なんとかこれで頑張りたいと思います。あとシートももう極薄にして足つき重視で頑張ってます。よろしくお願いします。ぐらいですかね。あとはもうほとんどノーマルでないですけども、 WR の性能を信じて頑張ります。